グレース・エリザベス・グレイシー・ゴールドは、アメリカ合衆国ニュートン出身のフィギュアスケート選手。ゴールドはドイツ語で、ゴルトと読み、ドイツでは、ゴールドマン、ゴルトベルク、ゴールドウィッチなどと並びかなり一般的なせいである。2014年ソチオリンピック団体戦闘メダリスト。2014年、2016年全米選手権優勝。7歳でスケートを始めた。 カーリーという名前の二卵性ソーセージの妹がおり、彼女もフィギュアスケート選手である。キムヨナのファンであることをインスタグラムで公言している。また、幼い頃からミシェル・クワンが永遠の憧れであると語っている。2016年には日本のテレビドラマ、生成するほど愛してるに本人役で出演した。5種類の3回転ジャンプを飛ぶことができる。 三回転マイナス三回転のコンビネーションジャンプは三回転ルッツマイナス三回転トーループを飛ぶことができる。その一方でフリップは比較的苦手でエッジエラー判定を受けることが多い。2011から2012シーズン初参戦となったジュニアグランプリシリーズの JGP タリンハイで優勝。2012年に行われた全米選手権ジュニアクラスでも優勝する。 世界ジュニア選手権では初出場で2位に入った。その成績から国別対抗戦のメンバーに選出され、初めてシニアクラスで試合に出場することとなった。2012から2013シーズン、グランプリシリーズに参戦。スケートカナダでは7位に止まったが、ロステレコムハイでは銀メダルを獲得した。全米選手権では SP9 位と出遅れるが、FS では 会心の演技を披露し1位、総合では2位に順位を上げ4大陸選手権と世界選手権の代表に選出された。2013から2014シーズン、アレクサンドル・オーリアシェフとの指定関係を解消した。その後ミシガン州の関東でマリナ・ズエワとオレグ・エプスタインの下で3週間の間、練習した後、カリフォルニア州のロサンゼルスに移りフランク・キャロルとトライアウトを行った。 US インターナショナルクラシックでは、非公式練習時にスケート靴のかかとのネジが外れる、トラブルに見舞われたが、前年と同じく2位になった。その後正式に、フランク・キャロルをコーチに迎えた。全米選手権では、初優勝。ソチオリンピックの団体戦では FS に進出し、自己ベストを更新しにアメリカの銅メダル獲得に貢献した。 個人戦の FS で3回転フリップを転倒しながらも自己ベストを更新し4位入賞を果たした。世界選手権の SP では初の70点台を出し5位につけるもジャンプの失敗により順位を上げることはできなかった。2014から2015シーズン、スケートアメリカで3位、NHK ではグランプリシリーズ初優勝を果たす。しかし、 左足の疲労骨折により、グランプリファイナルへの出場は見送った。全米選手権では2位。世界選手権では SP で、コンビネーションジャンプを飛ぶことができず8位と出遅れた。FS では2位で総合では、自己最高の4位へと順位を上げた。2015から2016シーズン、スケートアメリカで2位、エリック・ボンパールハイで SP1 位となり、 グランプリファイナールに進出するも5位に止まった。全米選手権では SP で3回転ルッツが1、回転になるミスを犯し、1位のポリーナ・エドモンズに7.69の差をつけられた。最終滑走の FS では一つのマイナス評価もない、完璧な演技で逆転し、2年ぶり2度目の優勝を果たした。世界選手権では SP で自己ベストを更新し首位に立った。しかし、 FS では3回転、ルッツの失敗が響き4位に順位を落とした。2016から2017シーズン、スケートアメリカで5位、フランス杯で8位。全米選手権では6位となり、初めて表彰台を逃した。大会後、フランク・キャロルとの指定関係を解消した。2月には、マリナ・ズエワとオレグ・エプスタインに支持し、ミシガン州カントンで練習することを発表した。 2017から2018シーズン、うつ病、不安障害、接触障害のため全試合を欠場した。2018年の春からは、フランス人のバンサン・レステンクールと練習を始めた。2018から2019シーズン、ロステレコム杯で試合復帰したが FS は危険。調子は30%ほどだが、これからの4年間に向け調子を上げていきたいと語った。 全米選手権も棄権し、1月25日のニューヨークタイムズのインタビューで、うつ病から自殺願望と戦っていたことを告白。全米フィギュアスケート協会が支援する形で、接触障害の入院治療プログラムを受けた。アメリカフィギュアスケート協会によるプロファイル。2012年4月7日閲覧。憧れのスケーターはいますか icenetwork.com ゴールドアマングエイトタブドフォーワールドチームトロフィー2012年4月7日閲覧グレーシーゴールドウィズアウト A コーチファイブマンツビフォーオリンピックスハットソルトシェーカーズゴールドファインズフィックススサムルーススクルーズハットゴールド ON コーチングムーブハットゴールドウィズドロースフロムグランプリファイナルハットゴールドコミューンセス トレーニングアンダーザウェイバー、エプスタイン a n a ンチェンスリー、ピート、ウィル・アリッサ、リュー・コンピート・インターナショナリー、ジューフィギュア・スケーティング・ストリーラインズ・フォー・ネクスト・シーズン、ハット、元全米女王ゴールド、笑顔でニキブり復帰戦へ、自分の家に帰ってきたみたい。ザアンサー、2018年11月17日閲覧。グレーシー・ゴールド・ウォンツ・ツー・ビー・ニュース・ケーター・イン、カムバック・イベント。 NBC スポーツ2018年11月17日閲覧元全米女王ゴールドうつ病で自殺願望と戦った暗黒の時期を告白 AFP2019 年1月27日閲覧パリ同時多発テロ事件によるフリー種目の中止で SP の順位が最終結果となった男女シングル SP 団体2総合団体1 ワーグナー、ゴールド、ヒットチャンプス、キャンプインディファレントプレイシズ、ハットゴールドデビューズ、スターニングファイアーバード、フリーアットグレーシャーフォールズ、ハットゴールドルックスフォワードツーレースプレッシャー、パックトシーズン、ハットザインサイドエッジ、A、AC ガーラブリングズアウトグラマー、ハットザシーズンビギンズ、プログラムスワップカッタプルツゴールドイントゥーレディースリード、ハット、そっちーメダルのグレーシーゴールド、 竹井咲主演ドラマに、ゲスト出演。オーコンスタイル <www>. p。http://www.oricon.co.jp:/news:/2074827/ フル /2016 年7月15日閲覧。浅田舞、全米フィギュア女王に、メロメロ、直視できない。 オーコンスタイル、http コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2079178スラッシュフルスラッシュ2016年9月29日閲覧。ありがとうございます。